一回ちょっとお手本をしてみます。たったこれだけです。おーいオッケー。うわ、今の感覚南沢メソッド少しは体感していただけましたか？いや、ものすごいな。はい、皆さんこんにちは、タナヤンです。私のチャンネルではアマチュア目線でのスイング理論、ラウンド術、実際に私がトライして成果のあった練習方法など、できるだけ分かりやすくお伝えしていきます。ぜひチャンネル登録とお知らせ通知の設定をお願いします。タナヤンゴルフチャンネル。なるほどなるほどなるほど。あ、ちょっとハンドファーストが弱いわかりました。今11時1時の練習ってわかります？11時1時、今バンプドロップの練習なんですけど、バンプドロップは11時1時で練習するんですけど、はい、切り返しからの大事な4動作なんですけど、バンプドロップ、ターン、リコックっていうこの4動作の練習を11時から1時でやるんですけど、その時に軸を崩さないっていう練習なんですけどね。スタンプっていうのは左に体重移動する、ドロップっていうのは右肘を右腰に引きつけて縦にクラブを下ろしてくる、ターンは腰の回転、リコックは左肘を畳んでクラブを縦に、まあリストターンですよね、使うっていう動作なんですけど、この練習を11時1時で徹底的にやるべきだと思います。じゃあ一回私打ってみます。お手本見せます。分かりやすいように洋服脱ぎますね。これ9番ですかね？はい、9番です。グリップすごいゴン太ですみません、それめっちゃ太いですねじゃあ視聴者の皆さんにもおすすめのドリル、11時の僕が一回ちょっとお手本をしてみます。たったこれだけです。おいたったこれだけです。おい、ああ、じゃあこれ見てみましょうか。想像してたのと違いましたちょっと11時より大きくなっちゃって失態なんですけど、いやー、まずここに11時前行った時に、はい、左に体重移動して右肘をクラブを右肘が締まって、このくじにクラブが降りた時、手が落ちた時にクラブがまだ立ってますよね。すごい、11時と同じ角度ぐらいまで立ってますね。そうなんですよ。もう一回いきますよ。切り返しから、はい、バンプしたら右肘を柔らかく、手元を今ヘッドをトップの位置に残したままグリップエンドから落としてきて溜め作るんですよ、はい、でさっき言ったこの時点ではまだクラブがここ、さっき田中さんここ行っちゃったんです。そうですね。でアーリーリリース、はい、ここまではなるべくベタ足です。なんで分かりますかね、トップの位置からこっちまでバンプしながらドロップして落ちてきてますよね。で溜めがクラブがまだここにあるじゃないですか。でこの時まだベタ足でくじの位置まで下ろします、はい、ただ頭の位置動かさずに、はい、ターン、腰の回転をしながらハンドファーストです、はい、すっげえハンドファーストになってる。こうなってるの分かりますよね。すごっ、この状態です、はい、でハンドファーストでインパクトしたら最後リコック、スッと右手を返します。あ、コックの逆ですね。そうですね。コックの逆からさらにこっちのコック、まあリストターン、左肘を柔らかく掴んで手を返して、はい、もう30の時点に手が来たらヘッドは立っててください。なんで手元が小さく動きながらヘッドの可動域が広がります。すなわち軸が安定してヘッドのスピードが上がるっていう動きが11時1時の大事な練習で、軸はずっとインパクト周辺でこの9時から3時のエリアではここは動くちゃダメです。で肘を縦に使う、要は肘を柔らかく縦に使ってさっきのハンドファーストにする練習をしていきましょう。はいわかりました。はい失礼します。はい、南沢プロのこのスイングのドリルですね、必ずティーアップして行うことということですので、若干上げてます。でこの時にインサイドに引くとかアウトサイドに引くとかそういうとこは気にしなくていいかなというふうに思います。バンプ、ドロップ、ターン、リコックの動きを確認するということで、クラブの扱い方に関してこのテイクバックでどこに上げるかということを意識しすぎると、きっと間違った動きになっていくので、まずはこのクラブを柔らかく使って、ハンドファーストに、はい、この動きをマスターしていこうと思います。じゃあやってみましょう。はい、やってみますティーアップの状態でやる。そうそうそう、はい、ここでやる。それがキーポイントですね難しいですね。難しい。ちょっと見てください。11G のつもりでも全然大きいの分かります。でもめちゃくちゃでかいです。めちゃめちゃでかいんですよ。なんでこれが皆さんやっちゃうことなんですよ。結局手が自分のその使いたい範囲でうまく使えてないんですよ。使えてないんです。これもすごく大事なことなんです。自分の使いたい範囲でクラブヘッドをしっかり使っていくっていう。じゃあ11G やってみてください。はい。でかいですよね。でかいですよね。一時で止まってないですよね。ちゃんとクラブヘッドがおおよそまあ12時ぐらいでもいいですけど、そうフィニッシュまでいっちゃダメです。あ、こっち行っちゃった。そうちゃんとあえて11時程度で、しかも手首と肘をめちゃくちゃ柔らかく使って肘から落としてください。もっと柔らかく、肘がまだ硬い、はい、肘と手首を柔らかくですよ。柔らかく柔らかく。そうもう一回もう一回。はい。軸崩さずにしっかりバンプドロップターンリコックの動きです。まだ強いです。強いですね。手首と肘が柔らかく使えてないんですよ。もう少し柔らかく使ってみましょうか。よし OK。だいぶ柔らかくなってきましたよ、はい、柔らかく柔らかく柔らかく。そうそう音が軽くなってくるんで、はい、柔らかくですよ。ためを作って OK。 じゃあちょっと見てみましょうか。はい。すっごい難しい。11Gでしたよね。はい。これでも田中さんまだ少しちょっと大きいかもしれないです。でまあいいですいいです。でここで先ほど浮いてた右肘が締まったの分かりますか。ああ、さっき浮いてたんです。で、はい、クラブがためができたじゃないですか。さっきよりもできましたよね、はい、なんでこれでシャフトのしなりが生きたヘッドの可動域が上がったスイングがまずできるのと、うん、先ほどここでクラブでここだったはずが、はい、今まあ柔らかく振ってるからですけどここになりましたよね。なりました。そうするとこれがハンドファーストの度合いが強くなってインパクト変わりましたよね。本当だ。変わりましたよね。でここからまだリストターンの今度はリコックの方が少しタイミングが遅いです。そうするとちょっとここでクラブを振った時にヘッドまだここにしか動いてないです。さっき僕ここに動いてましたよね。だからまだ可動域が少ないんで飛距離ロースになるんですよ。なんでこれがもう少し早く離国できるといいんですけど、まあちょっとこれでも1位じゃないですよね。ここで終わりでいいんですけど、なんでただ一つ切り返しで手首と肘が柔らかく、肘からドロップ、要は肘から右肘、特に右肘、そうですね。右肘を右腰に下ろしてくる動き、はい、でヘッドを残したまま肘を下ろしてくる動きをすることによってためができて飛距離アップになって手が体のそばに引きつくので再現性が上がるスイングが手に入ります。これでだいぶハンドファーストになったんだね。まさにここですよね。でそれで最後のリコックの部分はもう少し手首を柔らかく、はい、こう縦にスッ、これ硬いですよね。そうです。こうなっちゃってるんで、はい、これ柔らかくスイスイってこう動かせるようになると軸がもっと安定するんですよ。手首が柔らかい方が軸があ、これ持ってかれちゃうんで力入っちゃうと柔らかく使うと軸が安定してヘッドの可動域が上がって再現性と飛距離両方得られるんで、これは手首を使ってる感覚というか、はい、なんかこう走らせる感覚、ね、手首をこうそう柔らかく縦に使うんですよね。こう横に使ったらダメなんで、こうもう縦に使いながら、はい、体重移動を伴った回転運動に手を柔らかく縦に使う、クラブを縦に使う動きがゴルフのスイングの最終目的なんで、これを強く横に使っちゃうとヘッドは走らないし脇肘が開いて手が体の外に行ってしまうので再現性がない、安定感ないスイングになるんで、手は柔らかく縦にこう V のように使いながら自分が回っていくというのがすごく基本ですよね。すごく大事な基本ですよね。なのでこの11Gの練習は南沢メソッドの基本です。全然できなかったんですけど、めっちゃ大事です。すごいだから先生の最初のお手本ちょっと取っといてよかった。あれを見返しながら、そうあれを見てちょっとあれをそう真似してもらえればいいかなと思うんですけど、あれ田中さん本当にパープレー目指すんだったらあの練習が本気で上手くなったらあの練習をやらないと多分基本練習なんで上手くなれないんですよ。本気で上手くなりたい人は絶対あれやってください。わかりました。大変ですけど本気で上手くなりたいんでやります。やってください。あれは素振りでもいいですよね。例えばゴムティーをピシピシ叩くようなやつでもいいです。いいですね。その時にキーポイントは体の回転を止めないこと常に。で手と肘を縦に柔らかく使うことです。縦ですよ。これをどうしても多くの人は横に振りたくなって手の力で飛ばしたいんですけど、もう本当に柔らかい縦の動きに体の体幹の回転運動、体重移動とまた回転運動をパワーにする。これを将来早く立ってって、まあ言うとこれ縦の角速度っていうんですよ。縦の角速度と回転の横の速度を上げて書き速度かける回転の速度でヘッドスピードが上がるんですよね。なので両方横に回しちゃうとその掛け合わせる動きができないんで、ヘッドスピードは上がらないし、縦に落とすことで手が体のそば、難しいこと言ってますけどね安定感が出るんでぜひそこは勉強してください。パワープレーで回りたいですもんねパワープレーやりたいです。もう今日はパワープレーを回るためのそうですね、本当基礎の部分ということで、はい、先生に教わりに来たんで、今のはまさに核に触れる部分なのかなと。そうですね、はいはい、してみます。最後にじゃあ、はい、今の意識してっていきなりできるわけじゃもちろんないんですけど、ちょっと一番最初の僕のスイング取ってるんで、はい、もう一回じゃあ塩前塩後これと手元の位置と初動の手元の位置、はい、でダウンスイングの右肘の位置、そうでフォローでの柔らかい左肘の返し、はい、ちょっとそこを意識していく、はい、一見フルスイングではなくてちょっと軽めに振っていくような。はい、音が変わった、はあ、インパクト音が変わりましたね。変わりましたね。やっぱりハンドファーストになると当たりが分厚いんですよね。はい。オッケー。いいですよね。めっちゃ飛んでますけど。いいですね。全然軽く振ってますけど。すごい。ああ、初動の手の感じだいぶいいですね。おお。いや、キャリーポイントがちょっと伸びてますね。こんな柔らかく感じ、そうめちゃくちゃ柔らかく、だいぶ初動変わってきてますねちょっと先生やばいです。そうですねもうこれ物理学なんで、はい、手元止めて作用点ですよね。要は視点を止めて作用点を動かせば当然ヘッドスピードは上がりますから、初動を離さない、体から離さない、フォローで体から離さない。 OK、 完璧。今の本当にいいですよすげえいい球、やばいですね、マジでね。別に画面のために言ってなくて、マジで今の球やばいですね。まだもちろん、ドリルもちょっとやっただけなので本質的なところは理解できてないですけど、形上ではちょっとずつ変化しているのかなと。これを続けることで変わっていくんじゃないかなと思いますけど、正面から、ここの時点でためが自然と作られるように作ろうとしてるわけじゃないんですけどね。で、レッスン前この腕の位置でリリースされてたクラブがですね、今はちょっと角度がついていると。で、今何発か打ってて明らかにインパクトが厚くなり押し出している感覚っていうのが出てきてますね。初動注意、柔らかく、はい、ダウン引きつける。ちょっとまだ手が浮いてます。浮いてましたね。もうちょっとダウンで右に低く下ろせますか。はい。初動注意してダウンで右肘をダフるの怖がらずに右に引きつけてみてください。はい、まだ引きつけられますね。引きつけが弱いんで体の開きが早いからボールが右飛んじゃうんで。ダウンでの引きつけ。そうです。右なんか極端な話、胸を右に向けたまま、はい、右肘を右腰の位置まで引きつけられますか。そうです。そこまで我慢したいです。はい。OK、 今の感覚、そうするとやっぱりラインがすごく遠くからストレートに入ってくるんで、ゾーンが長くなるんで安定すると思いますOK、 今の感覚、今の感触は非常に良かったですね。私が動画で上げている G スイングもかなりこのスイングに近くてですね、ただ南澤先生のコーチのスイング理論が G スイングとかって言ってるわけではなくて、この道具の使い方、シャフトプレーンからグリップが手の内側で、クラブヘッドはちょっとこのスイングプレーンの外側に出るような感じがいいということと、その位置関係を保ちながら振っていくことで、非常にいい、効果があります。で、どれだけの変化があったのかちょっとレッスン前と比較してみますね。左がレッスン後、右がレッスン前という。このテイクバックでハーフウェイ、9時の時点での1。はい。ここですね。気づくとずれてくるので、やっぱりここは常に意識していないといけないなと思ってます。はい。で、テイクバックトップまで、来たところ。この時点でかなりシャフトの方向が変わってますね。ここです。インパクトで右肘の畳まれ方。インパクトで非常に曲がっている状態。インパクトでここまで曲がるというのは今までなかったかもしれないですね。で、頭の沈み込み。全然頭の位置が違います。あとは左腰の回転がよくできているので、お尻が見えていると。これ非常にいい状態ですね。で、そのままフォローサイドでは、今までシャフトが結構上、アウトにこう出ていたんですけどね、このシャフトプレーにかなり近づいているということは、インサイドインに近づいているということになるのかなと思います。はい。先生、どうですか？ちょっと成果が出ちゃいました。南沢メソッド、少しは体感していただけましたか？いや、ものすごい今。ちょっとこれ今そのままずっと練習してたいですけど先生もちょっとお時間があれなんですけど、こう今のやってみて、はい、全く自分がこういう回転縦にしてるつもりだったのが、はい、結構横の勢いで手首を固めて打ってたというのがすごいよく分かって、今までにないヘッドのこの送り方が今体感できた感じです。ちょっと縦に柔らかく使うんです。手は横に振らない、覚えておいてください。先生ずっと撮ってもらってありがとうございます。そうです。いやいや、ちょっとじゃあこれで、はい、最後に締めだけじゃあ、はい、コメントいただきます。いや、どうでした？ほんの今20分ですかね。そうですね。このレッスンの中で私のスイング見ていただいて、はい、どこが自分に良くないとこなのかっていうのが先生が非常にもう事細かく画面通じて、はい、分かりやすく教えてくださって、でドリルまで提供してくださって、ね、はい、2つですね。2つ、はい、初動とダウンの右肘で、余裕ができたらフォローの左肘を畳む、柔らかくでリストターンを入れる。それでパワープレーです。パワープレー、ちょっとこれパワープレイ絶対しないとですね。はい、パワープレイの報告お待ちしてます。ぜひ皆さんもその自分のスイングはそういうドリルが最適だということで今多分教えてくださったんですけど、でもここはコアの部分で、はい、それぞれのまたミスが出てる部分っていうのは人によって違うでしょうから、そうですね、その部分も直しながら、そうですね、ここにたどり着く。なんか私が、はい、まあ私というかチームミナユーサーがすごく大事にしているのはやっぱり。スイングの最終目的は何なのかっていうのを明確にする、ゴールを明確にする、うん、それは体重移動と伴った10回転に手の縦の動きの調和なんですよ。そこを目指して練習をするのか、はい、ボールが右行ったからちょっと左行く的なことをするのかがすごく大事なんで、はい、最終的にはどこを目指すのかっていうゴールは明確にし、うん、その中で体の動きの練習と、はい、手の使い方の練習と、うん、そのマッチングの練習を分けて練習すると最終目的に早く到達すると思うので、はい、ぜひチャンネルの皆さんは、はい、その練習のね、少しでもメソッドが伝わると嬉しいかなと思います。はい、はい、今日は少ない時間でしたけど、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。じゃまたお会いしましょう。はい、ぜひよろしくお願いします。失礼します。ありがとうございます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。バッチリでございます。いや、ちょっとすごい。確信に僕のスイングどうですか？そのやっぱりいいスイングしてます。ただやっぱ硬いですね。硬い。手首とか肘とかが硬いので。この辺が硬いっていう感じ。そうですね。まだこう振ってるように見えます。本当にそこで柔らかさを出してって、なんか再現性をもっと上げたいです。多分まだ手でちょっと少し加減してるんで、今度試合ってプレッシャーかかった時に崩れちゃうんですよ。そうですね。そうなんですよ。僕の初体験が先生なんで。それまたすごいけど。本当に。